全員が僕をご存知でないとは思うんですが、ここであの Facebook のお友達という方は何人いらっしゃいますか？あ、ほとんどか。Twitter の方が、あ、Twitter ですか。いや、あの Twitter の方がかなり影響力がありましてね、現在3万8000人くらいフォロワーがいるんですけど、ただツイッターの方はこのサイトを入ってこれないのかな、よくわからないけど、ということでですね、まずあの私の簡単な、個人情報を紹介します、私はですね、1952年昭和27年に鳥取県境港市で生まれました、そしてですね11歳の時、1963年の8月30日に、神戸港から、横浜経由で9月13日にロサンゼルスに、移民船で、到着しました。その当時、まあ、皆さんも記憶あると思うんですが、1963年当時の日本というのは、はっきり言って グレーの状態と言っちゃおかしいけど、ビルなんか色とりどりではなかったですね。コンクリートの打ちっぱなしばっかり、高いビルもあんまりなかったし、特に私の田舎では、鳥取県では水産会館というのができて、これがまた3階建てだったです。で、僕は興奮して、屋上に、3階の屋上に行って、ああ高いなって興奮してましたけど、そういう時代でした。それで1963年の9月に9月13日にアメリカに着いた時、もうカルチャーショックで、まず空の色が違うんですね。青空、まあ、たまたまって言えばたまたまだったんですけど、そして皆さんが着てる洋服がもう色とりどりなんですよ。 T シャツが黄色だったり青だったり赤だったり、そういうの日本ではその当時見かけることはないんですよね。それでそこから見るもの聞くもの触れるもの全てカルチャーショックで、半年くらい過ごした記憶があります。それで英語はですね、日本で半年間中学生に混じって英語を教わったんですけど、はっきり言って一言も通じなかったです、ハローとグッバイだけだったですね、それでまああとはもう子供ですから慣れるのは早いです。そして到着して、私の父が柔道家だったんで、道場を持ってましたんで、到着の次の日から僕は初めてだったんですけど柔道をスタートさせられてですね、それからまあ柔道は結構やりましたね。僕がアメリカに渡った1963年というのは、まあ60年代なんですけど、もうアメリカで激動の時代というか、僕がアメリカに着いた2ヶ月後に、ケネディ暗殺、ダラスでですね、そして、60年、まあ、67、8年にメルカム X とかマーティン・ルーサー・キングとか、あとそのロバート・ケネディとか、ロバート・ケネディロサンゼルスで射殺されましたけど、アンバーサダーホテルというところで、だからあとキューバ危機がありましたね、60年代というのはいろんなことがあって、そして、ちょうど時代の変化があった時代なんですよね。60年代はまだ例えばゲイ、ね、私ゲイじゃないですよ、ストレートなんですけど、
ゲイは表に出してない時代ですね、カミングアウトしてない時代です。で、1970年かな71年かな、サンフランシスコでゲイの市議が選ばれましてね、それでこの方のうちに他の市議から射殺されるんですけど、まだそういう時代でね、で射殺されたんだけど、人が見てる前でお前はゲイだってことで、ところが無罪放免になったんですね。今じゃあそうはならないでしょうけど、当時は、まあ、あの方も無罪放免だったですね。話はポーンと飛びますけど、1992年に、黒人暴動があった時、韓国人の店主、女性店主が、買い物に来ていた黒人の女性を後ろから撃ちました。これも無罪になったんですね。まあ、これはちょっと後でまとめて話しますけど、1965年、僕もフェイスブックで書いたことあるんですけど、1965年の8月にワッツ黒人暴動ってありました。これを記憶している方いらっしゃいます？ワッツ黒人暴動、これはすごい暴動でした。2週間くらい続いたんですけど、州兵が6000人から4500人くらい、州兵が街中にでパトロールするんですね。それでもう火の手が上がって、もうまるで戒厳令の世界ですね。昼間からね、兵隊が銃を持って軍用車が走ってみたいな、大変な事件だったんですけど、で1992年と皆さん比較されるんですけど、1992年も暴動がありました。これは前半はキングという男が警察に暴行されたんですけど、でも実際暴行せざるを得ない状況だったんですね。この男、凶暴な男でね、体大きいしね、簡単には押さえつけられないわけだから、つい過剰に暴行したと。で、この1992年の暴動というのはあれなんですね。前半はその事件で、後半は、韓国人のお店が略奪にあったり、したんですね。なぜ韓国人のお店がやられたかということなんですけど、韓国人は黒人街に、黒人とかヒスパニック系の地域でお店やってたんですね、当時。それはなぜかというと、そちらの方が資本がかからないからです。韓国人はまだアメリカに永住して間がなかったんでね。それで商売のやり方っていうのが彼らは知らなかったんですね。挨拶の仕方もいらっしゃいませっていう言葉すら知らないというか、あるのかどうか知らないんだけど、それで韓国人はもう黒人とかヒスパニックというのはもうゲスな人種だと、自分らが一番民族的にすごい高い位置にあるんだみたいなね、なんか勘違いしてるんだけど、まあ、そう、例えば黒人が買い物に来ますね、タバコでも買おうと思って、そうすると韓国人っていうのは例えば値段が上がったりなんかすると、こう売ってくれないんですよ。20セント上がったから家帰って20セント持ってこいと。ところが20セントっていうのは持ってくるためにそれこそ2キロくらい歩くんですね。
そういうその貧困のその黒人っていうのは車も持ってなかったりするわけですね。それでもうしぶしぶ家帰って20セント持ってタバコを買うんだけど、他にお店がないから。ところがそういうこう腹立つことがこう積もって、やっぱり切れちゃったんですね。これが日本人だったらどうか。1965年の暴動は規模は1992年のもう10倍15倍というすっごい規模だったんです。ところが日系の商店は一件も被害を受けてないんです。でそれはなぜかというと、黒人たちがそういうお店を守ったっていうか、親切にしてもらったからってね、恩返しですよね、一種の。ところが韓国人のところは逆にもうやられちゃったわけですよね。日本人だと例えば20セント値上げしたらどうするかって売ってやるんです。もうあなたにはもう長くお世話になってるからいいわよって、今回はと、でも次回は20セント上がったからねって返しますよね。これが普通なんですよ、日本人。ところが韓国人は帰って持ってこいと。そういうのがねしょっちゅうあるとね、やっぱりさすが黒人でもね切れます。でそういうのが1992年の黒人暴動の後半、韓国人にみんな行っちゃったんですよね。まあそういうこともありました。だから日本人と韓国人の違いというものはいっぱいあるんですけど、まあその違いとか、韓国人はこうだとね、僕が言うこともなく、まあ皆さん各自経験したところでその判断してください。確かに僕はここ二十何年こういう活動をしてますけど、仕事も二つ失いました。なんかねすごいんですよ、攻撃が。それでまあ僕はこういう言論活動っていうのは40過ぎてから、それまではもう一生懸命働き詰めでちょっとスローダウンしようと思って、たまたま昔からまあ保守系のこう本を読んでましたんでね、それとこう腹立つことが少しずつあったんで始めました。それでこうその当時仲間ができまして、5人くらいで、中国、まあアメリカのロサンゼルスの中国大使館とか、韓国大使館とか、台湾のね、大使館じゃない、領事館ね、そういうところに行って抗議デモやったりとかしていました。で、まあ60年代じゃないや、ごめんなさい、20年ちょい前は、まだこんなにひどい状態ではなかったんですけど、はっきり言って、外務省というか領事館は、何も聞かなかった状態だったんですよね、その当時ね。で領事館が少し動き始めたのはここ7年くらいかな。それでまあそれもしつこく言ってですね、ところが僕は総領事にもお会いして、いろいろ注文出したんだけど、その後変わってないってことは、そのやると、そういうことを私やりますとか宣言したんだけど、多分やってないと思うんですね。何もそれらしい動きがその後なかったですから、よく慰安婦像、まあ、世界各地に立ってますけど、まあ、アメリカでは最初はパラセイドスパークというニュージャージー州の、ね、
に慰安婦日日が経ったんですね。でこの時は日本から政治家が行ったりとか、阻止するために政治家が行ったり、まあ、いろんなことありましたけど、こういう場合政治家が行ってもね、あんまり効力ないんですね。それと、まあ、まず効力がないのは、人口がだいたい4割くらいあると、市長にしろね、韓国人じゃなくても、もう4割も支持者がいれば、韓国人の、まずひっくり返ることはないと。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員、月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様、チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。